今週の Vlog もう今週のっていうのも変だけどはい、なんか全然やる気のない Vlog を続けてるんですけど、今週も特に大きなネタがあるかっていうとないので、まあ、ただダラダラ喋るだけの雑談動画みたいになっちゃうんでわざと動画にしてあげる必要あるのかよって思う感じなんですけど、今日はあんまり普段物がある時には喋らない内容にしようかなと思っています。新学期が始まって子供がちょうど1歳ぐらいなんですけど、今まで往復で1時間ぐらい車でかかる距離の保育園に通うっていう謎の状況だったんですけど、待機児童ゼロと言いながら、入れるのはそういう近所ではないめちゃくちゃ遠い保育園みたいな感じになってしまってて、で、通勤経路だったらいいやと思って去年の段階では思ってたんですけど、このコロナの状況になってしまって、自分が在宅、子供が通学みたいな感じになって、通園かみたいな感じになってしまってて、ちょっと悲惨だったんですけど、とうとう転園というか移動することが叶って、ずっと応募はしてたんですけど、ようやく近所のというか、近所とは言っても2駅、電車で2駅ぐらいちょっと近くはないんですけど、場所に変わって、送り迎えは往復で30分ぐらいに縮まったので、多少楽になったかなと思いつつ、駐車場がないので、コインパーキングで毎回お金を取られるっていうちょっと悲惨な状況にはなってるんですけど、そんなこんなでちょっと今年も何かいろいろやっていきたいなと思いながらも時間も取れないのがどうしようかなと思っているところです。でですね、1個目前からちょっと話そうと思ってたこれですね、このなんかアトムカムっていう、中国の OEM というか、もともと中国製品を日本人がカスタマイズして売ってるみたいな IP カメラがあるんですよ。こういうで1台2500円っていうすごい格安というか、中国製品買っても同じぐらいの値段なんだけど、クオリティが結構日本人クオリティというかまともな作りをしていて、クラウドファンディングだったの幕開けかなんかで初めスタートしてやってたんですけど、歌い文句の中にRTSP というか NAS で録画できそうな感じの記載があったので、ファンディングをしてた時は将来的に Google アシスタントとか RTSP っていうか NAS で常時録画できるようなプロトコルに対応してるって書いてあったの、対応する予定って書いてあったので、じゃあ買ってみるかと思って10台ぐらい買ったんですけど、結局ずっと待ってはいながらもうその辺の対応はちょっとしてくれないみたいで、いらねえやって今なってますね。2500円で一応アレクサ対応はしてるんですよ。でアレクサ対応はしてるんだけど、 Google アシスタントには対応してないとか、 NAS で録画するのは対応してないけど有料でクラウドストレージやってるよみたいな、なんかちょっとどちらかというと金儲け方向に走っちゃってるので、よくあるがちな花パターンだなと思いながらもちょっと見てるんですけど、こういうちょっと IP カメラがゴミになってるという話ですね。募集とかなんか発売前にこういうのに対応予定って歌っときながら、結局それに対しての対応を全くする気配がないっていうのはちょっとどうかなと思いますよね。技術的にできなかったっていうんだったらわかるんですけど、旧自分たちの都合で初めの話をねじ曲げて自分たちの都合のいい方向に持っていくっていうのはやるやる詐欺ですよね。だいたいその歌い文句を見てみんな買ってるわけで、その歌い文句をやる努力をしないんだったらそれはちょっと詐欺だなと思うんですけど、なんかいろいろ余計な機能がいろいろついてるんですよね。なんて言うんだろう、音声監視機能とか、なんか AI で音で判断するとか、火災 CO 警報音とか、なんかこれって聞く煙センサーとかそういう別のセンサーの音を検出するみたいな感じなので、これのカメラ自体が別に煙を検出するわけではないとか、なんかそういうやらなくてもいいようなことばっかりやってエンジニアだったらね、一番簡単に手っ取り早くできることなんでやりたくなる気持ちもわかるんですけどそれは消費者が求めてるもんじゃないだろうっていう感じもしますよね。なんかショップとか店頭で使うっていう感覚で言うと安いし、そういうクラウドサービスでいろいろ片付くので、飲食店の人とかはすごく重宝してるみたいですけどね。個人的には分かってる人からするといらねえカメラだなっていう感じになってますね。次が出てもここからは買わないかな、やっぱ中国から買った方がいいやってなっちゃう気がしますね。こういうのがちょっと一個そうちょっと愚痴でしたと。で話変わってものづくり商売なんですけど、私もちょっとここ5、6年かな、もういろいろもの作って確かに売ったりとかしてきてはいるので、そんな自慢するほど商売になってるというか利益になってるってわけではないですけど、ものづくりの楽しさというのはちょっといろいろ味わわせてもらってるタイプの人で、4年ぐらいになるか3、4年になるかな、一番多分売れたのこれですね。ちょっと
見える、うまく見えないと思うんですけど、もう多分今100均見たら売ってると思うんで、あれです、これメルカリで多分これのマーケットって始まって、私多分先駆者の部類に入ると思うんですけど、こういうフリマーマ向けの、定規ですね、穴が開いててこの間に通れば送れるだろうみたいなのを確認するための定規なんですけど、メルカリとかが始まってこれって需要があるなと思って、私はたまたまその時期がレーザー加工機を作り始めたタイミングと一致してたので、あ、こんなん作れるじゃんと思って、私作って売り始めたらバカ売れしてですね全然自慢じゃないですけど、まあ、当時すごいこれ売れたもので、もう今となっては100均で売ってるのは多分これをリファレンスにしてんじゃないかぐらいそっくりのものを売られてるのでドン引きなんですけど、こういうものです。当初はですね、これを私が作るタイミングとほぼ同時期に、ウレタンフォームでカッターでピッて、まあ、主婦が内職でみたいな感じで作りかけてた時期だったので、私が発案したわけでもないんですけど、まあ、こういうメモリーがちゃんとついていて、まあ各定規として使えて、かつこの厚さが、なんていうんですかね、これアクリルをレーザーカットしてるんですけど、まあ、これを作って、まあ、多分私が一番なんじゃないかな、そういう気がしますね。これで作り始めたのがすごいんですよ。これ1枚1000円で売れたんですよ当時こんなにが驚きって、1枚1000円で売れて、とりあえず出してみるかと思ってピッて出したら3秒ぐらいでパッと売れちゃって、マジかよと思って家の中でこれをただひたすらカットし続けて郵便ポストに通い続けるっていう時期がねあったんですよ。で1枚1000円でもバカバカ売れるので、出した瞬間から売れるっていうのを繰り返しててマジかよって言って、ポストに持ってってもポストが自分の荷物だけでいっぱいになっちゃうので、ポスト3カ所ぐらい回ってポスト満杯にしまくるっていう郵便局泣かせの仕事をちょっとしてた時期があったんですけど、やっぱり1ヶ月ぐらいしたらその状況を見てコピーし始める人が出始めちゃって、でそのコピーする人たちがたち悪くてですね、まあ、これをそのままコピーしてくれたら何も言わなかったんですけど、自分たちの方がいいよっていう風に見せるためにですね、ここにね、まあ、著作権的にやばいやつをね入れ始めた人たちがいたんですよ。でまあ同じ値段だったら自分が知ってるキャラクターとか自分が知ってるデザインの方がまあ当然売れると思うので、まあ、私のお客さんほぼその人たちに奪われて終わっちゃったって感じなんですけど、まあ一時すごい売れましたね。もう今となっては100均で買えるので全然利益にもならないですけど、まあ、こういうのをちょっと作って始めました。でこれのいいところはクリックポストにそのまま入るので、まあ郵便用の定規とはいえ縦にするとクリックポストの中にきれいに入るっていうので、200円ぐらいの送料で送れるのかな、まあ、なんだ1000円で売っても800円700円ぐらいで利益にはなるっていうところで、一時、バカ売れでした。まあちょっとこんなところでネタバレするのもあれなんですけど、ちょっとこういうのを作ってたりしますと。でもこの時はレーザー加工機を使うのがすごい楽しかったので、まあ、ただひたすらアクリルの端材を置いてはカットしてみたいなのをずっと繰り返し続けてたんですけど、1日に3、40枚作っても平気で売れてたかな。そんなもんだろうな。すごい量売れてちょっとびっくりして、業者に頼んで、業者で量産したらもっと安くなるだろうと思っていろいろ問い合わせたんですけど、まあその時に日本のメーカーの方が日本人のためになるなと思って、それ日本の業者に問い合わせたのが間違えただったんですけどまあこれを作ろうと思ったら1個原価的に2000円弱ぐらいになるとかって言われて、そんな話にならねえよと思って全部切ったんですけどなんか何百枚ですかとか、いや1000枚とか5000枚とかあったらいくらですかって話もしたんですけど、いや2000円弱、1500円ぐらい買っちゃうかもしれないですね、もうそんな話にならないですねっつって切っちゃったんですけど、あの時にいや500円で作れますよとか言ったら、もう外注して頼んでましたね。なんか日本のメーカーさんって、まあ、確かに利益を取りたい気持ちも分かりますけど、そういうところですごい損してて、あの時にも私も中国の方に発注して、もう中国でこの流れを作っちゃったら天下取れてたんじゃないかなって今もっと後悔してるんですけど、まあ、こういうものもちょっと作ってましたということもあります。やっぱりフリマアプリとかでネット通販というので、もう自分でものづくりをするしようと思うと全てがこれ基準なんですよ。まあこの定規がっていうわけじゃなくて、この高さが基準なんですよ。結局この幅に入るか入らないかで送料が全然変わってくるので、そこを意識してものづくりをするっていうのがすごく大事になってきます。
自分が作りたいものとか売りたいものっていうのはやっぱり心の中にはこういうのがいいなっていうのはあるんですけど、ひとまずですねそれをちょっと押し殺してですね送料がいかに、その商品の価値と釣り合いが取れるかっていうところを意識して物のデザインをするっていうのがやっぱりすごく重要になってきます。自分が作りたいもので売りたいものっていうのがこういうもんなんだよっていうのがあっても、それを実際にものづくりにして商品にしたとこで結局その商品の値段と送料が釣り合わなかったら絶対に売れないので、まあ、店頭とかその対面で物販をするんだったらまあいいんですけど、ネット通販を考えるともう本当にこれを意識しないとダメで、まあ、これはあくまでもその定型郵便で送れるかとかネコポスで送れるかとかレターパッククリックポストで送れるかみたいなそういうスケールになってるんですけど、まあ、これ以上になると宅急便とかに今なってしまうので、この3センチっていうのが一番やっぱり安く送れる上限の厚さになってきます。なので私はもう最近こうものづくりしてても絶対この3センチの厚さに入るっていうものをすごく意識して作っていて、この3センチの幅を超えるともう急に送料が3、400円になってくるので、やっぱり商品の価格としては数千円のものになってこないと利益が取れないっていう感じになってきます。なのでやっぱりちょっとものづくりで数百円とか1000円オーダーぐらいのものづくりでちょっと一回商売をしてみたいなっていう人は絶対にこの3センチを守るようにした方がいいと思います。まあ、分解して3センチ以下になればそれはそれでいいので、この厚さに収まる、この幅に収まるっていうものを意識してものづくりをするのが、ネットで物販をしてみたいな、ものづくりをしてみたいなって思う人が通りやすいハードル、3センチさえクリアしてれば意外とハードルは低いかなっていうのが私の感覚ですね。まあ、あと梱包とかそういうところでいろいろトラブルがあったりとかもするんですけど、やっぱり一番ハードルが下げられるのはその郵便で送れてポストに入るっていうのが送料を抑える鍵になってきます。で、送料がもうそれを超えてしまうよっていうふうになってくると、いかに送料を安く下げるかみたいな話になってくるので、ミンネとかって結構難しくてですね、あのフリマアプリはいろいろあるんですけど、その宅配業者とか郵便局とかと提携しているフリマアプリかどうかっていうのは結構大きな差になってきて、例えばですけどミンネはあのそういう業務提携みたいなのないんですよ。なので送料って全て自腹というか定額のその一般消費者が送るときと同じ値段でしか送れないんですけど、メルカリとかヤフオクはその特例というかメルカリを使って取引をした場合は安く送れるとか、まあ、そういうのをうまく使ってやるとそれなりに商品の値段に対して送料っていうのを抑える方法もちょっとあったりもします。ただでもそれでもやっぱり数百円はかかってしまうので、その商品の価値っていうのをいかに出していくかっていうところなんですけど、なかなかあの意識が高い商品って、まあ、こういう木を削ったりとかしたものってヤフオクとかミンネだと売れないんですよね。消費者がそういうものを探しに来てるわけじゃなくて、どちらかというとフリマの中古商品を探しに来てるので、オリジナル商品って相当尖ったもんじゃないと売れないです。写真で意識の高さを出してもダメなんですよ、あのメルカリとヤフオクは。こういうことができます、他にはない機能ですみたいなところがあって、どっかかのサイトとかのリンクから飛んでくるような人には刺さるものってあるんですけど、メルカリとかフリマでいい、なんかいいのないかなって探してこういう商品を買う人ってほとんどいないので、まあ、そういう人たち向けのターゲットで考えると、やっぱりちょっとミンネとかクリーマみたいなところになってくるかな、うん、あと最近だとあのベースとかってフリマアプリというよりはショップサイトを自分で作れるみたいなサイトがあるんですけど、そういうところで売ってる人は意外と多いですよね。もうなんかオリジナル商品だけで勝負してる人っていうのは大体そういうところで自分でショップ作って売ったりはしますけど、やっぱり難しいのはお客さんをどうやってそこのサイトまで連れてくるかっていうところが難しくて、フリマアプリはいろんな人の商品がごちゃ混ぜに出てくるので、まあ、検索結果の中からたどり着く方って結構いると思うんですけど、ああいうショップサイトを作ってしまうと、そのショップサイトにあるものってやっぱり自分の商品だけじゃないですか。そうなってくるとその商品を見るそのサイトにたどり着くっていうのがすごく難しくて、やっぱ Twitter とか Facebook とかインスタとかで誘導してあげないと、なかなかそういうものを売ってるサイトがあるってことに気づいてもらえるのに時間かかるので、その辺が難しいかなって気がしますね。で、私今回自分でサイトを作ってはいるんですけど、そこに対してお客さんを誘導するっていうのは相当ハードルが高いと思ってるので、あくまでもちょっと古物商の観点で、まあ、とりあえず作っておいてるっていう感じではあるんですけど、まあ
ドメインの強さというか Google 検索でいかにその検索順位を上げていくかっていう努力を、まあ、しておけばそのうち買ってくる人も出てくるんじゃないかなと思いますけど、見たことがないサイトにクレジットカードの番号を入れるって相当自分でもハードル高いなと思ってるので、なかなかお客さんがついてくれるようになるまでにパッといけるかっていうとそういう自信もないですけど、やっぱりちょっと継続は力なりだなと思ってるので、うん、初めてちょっとものづくりをして1ヶ月何も売れなかったからって諦めてしまうのはどうかなっていう風な気もちょっとしますけどね。すいません、なんか今回はものづくりをフリマアプリで売るっていう謎の話になってしまいましたけど、なんかちょっとこういう話はいろいろ私も情報共有したいなと思いつつ、多分そのノウハウって他の人に教えると自分のものとか自分の商材コピーされるんじゃないのってみたいな人が多くて、語られない内容というかあんまり人と情報共有する内容でもないなって多分なってしまうし、ネットにもそういう情報ってあんまり落ちてないので、こういう場所を通じてなんかこういうことやってみたいとか、こういうことやってんだけどなんで売れないんだろうみたいな話があったら、ちょっとぜひコメントでやり取りさせてもらえると私もいろいろ勉強になることがあるかなと思いますので、ね、情報があればぜひお願いします。